3人に1人は見えるという調査がありました。こちら2005年の研究による調査だったんですけれども、これどんどん調べていくうちに、実はまだまだ諸説ありということで、例えば2000人に1人そういう感覚を持った方がいるだったりとか、人口の何パーセントとか様々な情報が、あったんですね。で、実はこれ客観的に調べることがすごく難しいので、まだまだ研究途中ということでした。例えばこう妄想で想像したものが見えていたりとか、何かの病気でこう幻覚によって見えていたりとか、そういうものもあったりするので、これを客観的に何かの指標で調べるのが難しいとされているそうです。ただですね、これを、文字や音が色に見えるというのを共感覚というそうです。なので今日はちょっとこの共感覚について詳しく見ていきたいと思います。さあ、この共感覚どういうものなのか皆さんご存知でしょうか。一つの知覚の刺激によって別の知覚が無意識に引き起こされるというもの。もう少し具体的に見ていくと、例えば色のついていない文字に色を感じる、先ほどの2が青に見えるとか、そして食事をしていて味に形を感じる。これ形をイメージとかではなくて、こう触っているように、こちらの右の絵のようにあるように実際にある形に感じるそうです。味に。そして音を聞くと、その音に色が乗っているように見える。まあ、こういった症状、こういった感覚を共感覚と呼んでいます。この共感覚の種類は、本当にたくさんありまして、実は何百種類とあるそうです。ここに一部を挙げておりますが、先ほどあったように音に色が見えたり、文字に色が見えたり、味に形が見えたりとか、匂い、それから時間単位にも色が見えたりするそうです。ではどういう人がこの共感覚者なんでしょうか。その特徴を見ていきたいと思います。今日は5つ挙げているんですが、この共感覚というものはある特定の刺激が共感覚を起こしますので、刺激なしに自分の力で発生させることはできません。例えば何かを食べたとか、音楽を聞いたとかで色が見えた、こういう刺激があって共感覚が起きます。そして2つ目、この共感覚は投影されるということなので、心の中でイメージしているのではなくて、実際に本当にその色に見える。そしてそれが例えば視覚の場合なら、顔の周りで起こっている、顔の近くで起こっているという共感覚だそうです。もう少し見ていきます。3つ目、共感覚の知覚は持続的ということで、もし今共感覚というものを持っている方はこの先もずっと続く。そしてそれが幼少期に、例えばある音が青だと自覚したならば、それはずっと常に青のまま変わらないというのが特徴です。さらに4つ目ですが、共感覚は記憶に残るということで、このしばしばですね、引き金となった刺激よりも強く残ることから、例えば記憶の強化につながったり、何かを覚えるときに有利だったりするそうです。そして最後、共感覚は一方向的ということで、ある文字を見て色を感じる共感覚、文字を見て先ほどの2を見て青と感じることはありますが、逆に青を見て2という文字が見えるという逆の共感覚は存在していないということで、一方向なのが特徴になっています。さて皆さんいかがでしょうか。このような形で特徴を見てまいりましたが、じゃあズバリ、繊細な人がみんな誰しもが共感覚者なのかと言いますと、そうではないということなんですね。じゃあ共感覚はどうして発生するのか、これも本当にたくさんの説がありまして、一部を紹介させていただきますと、実は無意識に学習しているのではないかという情報がありました。例えば小さい頃に色のついたもので遊んでいたり、色のついた例えば数字の何かオブジェとかで遊んでいたり、ピアノを弾いている時にその鍵盤に色のついたシールを貼っていたりすることで、無意識のうちに音と色が連携していたり、物と連結している場合があるということなんです。さらに赤ちゃんは共感覚者と言われています。これは脳の作りに関係があるんですが、新生児の脳はまだ未熟であるために、外部からの刺激、どこの分野で
どのところで処理するのかが学習しきれていないというところから、視覚や視覚イメージ、音、感情、匂い、全てが混ぜこぜになっている状態なので、赤ちゃんは共感覚者という、研究の結果も出ております。なのでまだまだ、研究途中というところもあるんですけれども、世の中から卒業をなくす、救う